キックオフ富山、キックオフ富山、キックオフ富山。キックオフ富山。おはようございます。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。森さん、カターレ富山、小田切監督の続投が決まりましたが、今月12月は契約更新や移籍のシーズンですよね、はい、現役時代いかがでした？はい、僕の時も1年間共に戦った選手が去ってしまったり、新しく入ってくる選手が、来る楽しみだったり、複雑な気持ちになる月でした。そして今年で引退される選手もいます。最初の話題はカターレ富山のラストマッチからです。ピッチ不動の青板で背番号21ゴールキーパー西村洋平。ジェットブラックハンター背番号50田中優生。先月26日、カターレ富山ゴールキーパー西部洋平選手と去年現役を引退した田中裕介さんの引退試合が行われました。西部選手はなんと24年間現役ゴールキーパーとしてピッチに立ち続けました。田中さんは J リーグ500試合出場の金字塔を打ち立て去年引退しましたが、コロナ禍の影響もあり今年引退試合を行います。対戦相手は過去カターレ富山で共にプレーした選手も加入する富山新庄クラブです。試合は両チームとも奮闘し熱い戦いになりました。サポーターたちも応援に熱が入ります。そんな中、カターレ富山のゴールキーパーが、あれ、佐々木選手。そしてなんと西部選手がフィールドプレーヤーになっています。さらに様々な選手がポジションを変えて登場。小田切監督も選手として登場しました。そして試合は延長戦へ。西部チーム対田中チームでやりたいと思います。はい、頑張りました。西部選手と田中さんの子供たちまで登場し大混戦となりました。そしていよいよ別れの時が近づきます。現役最後、カターレ富山という素晴らしいチームで、プレーできたことをとても誇りに思いますし感謝しています。これからは、未来のプロサッカー選手を育てていけるように、自分の経験を子どもたちに伝えていきたいなと思っています。サッカーに出会って、本当に最高の仲間に出会って本当に成長させていただきました。最初はカターレ富山に来た時は正直富山を離れるのがこんなに寂しくなるとは思ってなかったです。24年間で悔いはありません。現役生活の、締めくくりになる最高のチームに最後来れたと思ってます。本当にありがとうございました。カターレ富山に来てくださってありがとうございました。また引き続きカターレ富山を見守ってくれたらなと思います。西部選手お疲れ様でした。ありがとう。頑張ってください。応援しています。西部洋平さんお疲れ様でした。とにかくサッカーに携わっていただいて我々サポーターの前に少しでも長くいていただけると嬉しいです。引退試合もイベントもできないままだったんですけど、今日本当にこうやってイベントができてまたプレーを見ることができてすごい嬉しいです。今まで応援ありがとうございました。これからまた新しい人生を頑張っていきたいと思いますので、これからもカターレ富山をよろしくお願いします。今日本当にザ・ラストマッチという本当に最高の引退試合をしていただきました。
また必ずどこかで会えると思うので、その時はまた会ったら話しかけてください。本当に24年間最高の時間でした。ありがとうございました。とても温かくて素敵な引退試合でしたね。はい、日本トップレベルの選手たちが富山に集まってプレーするという価値を富山の子どもたちにはしっかり見てもらいたいなと思います。西部選手、田中さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。続いてはカターレ富山を陰で支えるボランティアを紹介します。カターレを応援するサポーターたち、選手たちは様々な人や多くの企業に支えられています。そしてホームゲームの裏舞台でもボランティアがカターレを支えています。頑張ります。今回紹介するのはカターレボランティアの宮本浩平さんです。宮本さんは今年の春からボランティアを始めました。そのきっかけは、いつも試合を見てるだけだったんですけど、何かその選手たちのステージを作りたいなと思ってて、ボランティアをやってるのは分かったんですけど、なかなかちょっと参加する機会がなかったので、今年始めてみようかなと思いまして始めました。宮本さんのこの日の仕事はピッチボードの配置。仲間のボランティアと一緒にピッチボードを決められた場所にきっちりと並べていきます。このスタジアムに来るっていう楽しさがあるので、皆さんと和気あいあいしながらこの1日を楽しんでいます。ピッチボードは全部で65枚、1枚20キロ以上あります。僕一回持っていきますか。はい、せーの。各企業の応援の証、ピッチボードもカターレを支えています。むしろ初めて会った方の方とのコミュニケーションの方が楽しくて、実は昔からやりたかったっていう方も結構いらっしゃるので、一回来てみれば多分次も来たくなります。この日も無事にスタンバイ完了。カターレは多くの人たちに支えられてピッチで熱戦を展開します。暑いとは思ってないんですけど、周りから見たら暑いらしくて。カターレを近くで支えたいという宮本さんの熱い思い伝わってきましたね。はい、この思いが選手に届くといいなと思います。続いては目指せサッカー王国富山、モンゴル代表大塚監督へのインタビューですが、今回が最終回です。はい、富山のサッカー界への思いをお聞きしました。今後の目標について教えてください。そうだね、近いところで言うと、まず3月、6月、9月に FIFA デーって言って、まあ、国際試合をする日って決められてて、はい、そこでインターナショナルマッチをする予定なの、ね、でその後9月にアジア大会がある、はい、でまあ、それに出ることはもう決まってるんで、アンダー23のチームで、そこでグループリーグで、できれば突破して上に行きたいなっていうふうには思ってるのと、その後に10月、はい、一次予選があるんで、次のワールドカップの、はいはい、まあ、なんとかその10月のワールドカップ予選突破して二次予選に進んで、まあ日本ともう一回できればな、はい、うん、で、まあ、14対0っていう差を少しでもやっぱ縮めて、はい、モンゴルもちゃんとできるぞっていうところは見せられればいいなっていうふうに思って、はい、じゃあ富山への思いを聞かせてください、うん、そうやね、やっぱ外に出ると普段気づいてない富山の良さっていうのはすごく思い出されるっていうか、やっぱいると、あ、美味しい魚食べたいなとかさ、はいはいはい、分かります。分かるやろ、はい、海外にいるとさ、もう本当にここが一番高級な寿司屋ですって言ってもさ、いや富山の魚食いたいなってなるし、はいはい、すっごく分かります、うん、だから海外にいると富山素晴らしいとこだなって。本当に将来街中にさスタジアムができて、でそこに小さい子や、
お父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんや、そういう人たちが街中に集まって応援してご飯食べてお酒飲んで、はい、試合のこと語りながらまた家に帰ってくっていうそういう日常が本当に富山にできたらなっていうふうに思って、まあいろんなところを海外でこう試合しながら見ていくと日本の環境ってすごくいいように見えてヨーロッパに比べて全然だなって思うよな。そうですね、サッカーするのはやっぱヨーロッパが一番かなと思いますね。そうやね、なんかそういう文化が富山に根付いてランドマーク的に人が集まって、うんうん、生活していくっていうヨーロッパでの日常が富山で実現できたら、そのためにも海外行きながらいろんなものを見て、うんうん、いろんなものをアドバイスできればいいなと思ってますね、うんうんうん、じゃあ最後にモンゴル代表監督としての目標を色紙にお願いします。意志あるところ道あり、はい、これどういう思いが込められてるんですか？そうだね、本当に思いを強く持ったら必ず道は開けるっていうような思いで、アメリカの大統領のリンカーンの言葉らしいんだよね。モンゴル代表の選手たちにも言ってるんだけど、日本に勝つぞって、はい、それは無理やろって何対何で負けたか知ってんのかみたいに、はいはい、やってた選手がそんなこと言ってたから、うんうん、でも なんとかこう巻き込んでね、はい、まあ、勝つまではいかないかもしれないけどそこに近いような、結果を残せればいいかなっていうふうに思ってます。はい、大塚さんなんですが、はい、20年前から同じことを言われてて、富山にサッカー文化をっていうことを常に言われていました。で、海外で活躍する同じ富山県人として活躍を応援したいと思います。ここからはみんなのサッカー情報です。 JFA 全日本アンダー15フットサル北信越大会の試合結果です。ビエントアンダー15は3位でした。 JFA 全日本フットサル選手権富山県大会は本日決勝トーナメント1回戦が行われます。詳しくは富山県サッカー協会のホームページをご覧ください。2023年シーズンの新ユニフォームがカターレ富山のオンラインストアで販売開始されました。第1弾は背番号のみと加工なしの販売で来年1月末までの受付になります。詳しくはカターレ富山のホームページをご覧ください。この番組も年内放送回あと2回、そして25日の放送回ではビッグゲストが登場します。え、誰ですか？楽しみにしていてください。それでは来週もこの時間にキックオフ富山。